ミスタイムさん、3つもメッセージありがとうございます。いや、いいですね、ガチンコな筋トレ、その BGM との関係。私はビデオを映しながらもやってるんですけども、やっぱりジムのね、ジムに通うことで得られる効果って、周りの人がみんなこうやってやってるわけじゃないですか。で、息遣いが聞こえたりとか、もう筋肉グイッてやる人がね、歩いてたりするわけですよね。だからあれが、だから BGM として私たちのモチベーションを上げてくれるんでしょうね、きっと。でもホームジムだとそういう軽減というのはできませんから、その辺ね、歩いてる人いませんからね。だから自分で盛り上げていくしかないと思うと、こう部屋にね、こうスタローンのポスター貼ったりとかね、なんかプロレスラーのなんかこう試合のこう なんですか、グッズをぶら下げたりとか、結構いいですよね。私はね、ガチンコファイトクラブを見るとちょっとまたね、テンションが上がるんで、 YouTube でまたね、ガチンコファイトクラブ探そうと思うんですけどね。ミスタイムさんのガチンコな BGM トップ5、良かったと思います。あ、その音楽いいなっていう方がいると思うんですよ。で、ついでにですけども、ミスターアイムさんね、なんですかね、このなんですか、この BGM が筋トレには向いてるよみたいな CD を中古販売したら面白いかもしれないですね。あ、そしたらミスターアイムさんがね、聞くやつがなくなっちゃうかもしれませんけども、動画概要欄に例えばロッキーのテーマ、ロッキー4のテーマの CD が今絶版なんで高くなってますと。8000円で、ね、先着1名の方、一番最初にメールを送ってくださった方に売りますみたいなこともできるのかなと思っちゃいますけどね。ちょっと思いついたんですよ、今そういうふうなこと。確かに、メルカリとかヤフオクで中古転売っていうのは、中古販売ってありますけども、 YouTube で、はい、この CD 3000円からだよみたいな感じでオークションやっても面白いですね、みたいなこと思いついちゃいました。それではこれからもよろしくお願いします。私もね、ロッキーのテーマ大好きです。